高校国語古文四章修女子の名と祖です黒板を見てください今回のクロスワード今回は修女子の名と祖について現代文と古文をクロスさせて考えていこうまず現代文です人を非難してはいけない これを古文で言うとポン。人をそしるな。この。なのことを。修女詞と言って。禁止の意味になります。この何々。何何ってはいけないと対応するよ。ちなみに。非難するっていう言葉は。古文では。そしると言います。今回は。この修女詞の。なとすについて。詳しく。勉強していこう。 ポイントの1黒板を見てください。なと、その意味は。禁止です。まず、なです。文系。終士形に。なは。接続します。また。らへん型の場合には。なは。連体形につながります。2番目。意味です。意味は禁止。訳し方は名。な。 何々てはいけないとなります。2番目。そ文系連用形プラスそつまりそという修助詞は連用形に繋がります。ポイントが2つあります。まず、このその場合には副詞のなその形で用いられます。この副詞の長くっつかないと禁止になりません。ですから。な ほにゃららそうの形で用いられるということを、まずしっかり頭に入れといて。二番目。普通は連用形につながるんだけど。可変と左辺のときだけは未然形につながります。つまり。このほにゃららのところが。連用形ではなくて、可変と左辺のときには未然形になるっていうこと。意味は禁止です。何々な、何何しないでくれとなります。では。 なから確認していきましょうポン過ちすなですまず形ですこのすが左辺のすなが禁止の終助詞左辺はせいしいすするすれせよと活用しますしっかりとこのすは終止形になってるよ訳はポン失敗をするなこのなが 禁止の修助詞です。二番目いきます。そうです。春な忘れそうです。しっかりと副詞のなと対応しているよね。そして、この忘れは下位段同士、忘るの連用形。すると、役はポン。春を忘れないでくれとなります。このそが修助詞です。なとと対応しているよ。 ここここでももう一つちょっとと覚えてもらいたいことがあるんだこの「ソ」の場合の「な」「ソ」の形はただ単に「な」で使うよりも「お願いだから何々でしないでくれ」というねちょっと柔らかい禁止になるんだ。「な」の場合には「ないないするな」ってちょっと強い禁止なんだけどこの「な」「ソ」の時には「お願いだから何々しないでくれ」っていう「優しい」というそういう禁止になるそこのところを押さえるといいよ。なきこと 角なせそです形からいきましょうナーソの形にしっかりなってるよそしてせは左辺のすです左辺はせしすするすれせよですナーソのところは本来は連用形が入るしかし下辺と左辺の場合には未然形しっかりと未然形になってます訳はポン 都合の悪いことであるこのようにしないでくれしないでおくれとなります柔らかい禁止ですいい？しっかりこのなそのところの文型と意味禁止この訳を押さえておいてください練習黒板を見てください 次の傍線部「あ」から「う」を現代語訳せよです。修助詞な」「そ」のやし方を覚えてるまず「な」だったらは「するな」です。その場合には「な」と対応してるよ。「な」「その形になっていて「何々しないでおくれ」となります。ここを押さえて訳していこう。練習するよ。1個目。 一波な立ちそと人々ひねもすに祈るです。形を見て、なその形になってるよ。そうすると何何しないでくれとなります。ですから訳はポン立たないでくれ。ねたたちとつまりな立ちとですから立たないでくれ。波の下に用入れたらどう？波をお願いだから立たないでくれ。 また立たないで遅れとなります」と人々がヒネモスに祈るです。ヒネモスは一日中ってことです。波を立たないで遅れ」と人々が一日中祈るです。波な立ちそう」と人々ヒネモスに祈る。二番目アナカマこのカマのところはカマシという形容詞の語幹の予報。かつて の用法でやったんだけど思い出してくれるかな忘れてしまったらもう一度確認しておいてね「し」「静かに」「人に聞かすな」この「な」のところが禁止ですこの「す」は「し」「えですから「聞かせる」「な」がついてるから聞かせるなポン「聞かせるな」「ポン聞かせるな」です「し」「静かに」「人に聞かせるな」となる強い禁止だよ3番目ですここは なその形が大事ですそれからここは可変になってます本当は何形が入るんだっけなそのところは連用形が普通は入るよねしかし可変の時には未然形だから読みはなこそ可変はこうきくくるくれここよって活用するよ未然形はこですしたがってこないでおくれこないでくれ 来ないで遅れですここには来るな来ないでくれとなりますできれば来ないで遅れという柔らかい禁止が一番いい回答になりますしっかりとなまたはそのところを復習しておいてください